皆さんこんにちは、フーライボーの小西圭介です。どうも。今ね、明治エッセルスーパーカップを50個食べて応募すると10万円当たるキャンペーン中ということで、僕毎日これ食べてるんですけどね、やっぱりね、一人だと非常に厳しいですね。これで15個目なんですけどねまあまあそんなことは置いてて、さあ今日は埼玉県立川口北高等学校にやっておりました。素晴らしいですよ、皆さん見てください、文武両道に優れてる学校でございますね。さあそれでは早速取材の方行ってみたいと思います。おーレッツゴー。埼玉県立川口北高校ラグビー部の皆さんです。おーい、めちゃめちゃ元気ですね、素晴らしい。さあここで川口北高校ラグビー部はどんな部活なのか、部員の皆様にインタビューしてみたいと思います。それではキャプテンにインタビューしたいと思います。川口北高校ラグビー部はどんな部活でしょうか。僕たちラグビー部は責任と信頼を、まあ、スローガンにして毎日活動しています、ね、特にあのチーム内で掲げている目標みたいな、あの体をどうするとかっていうのはありますか。まず、まあ、体が小さいので、うん、まあ、自分たちはあの、まあ、SAQ と言いますけど、スピード、アジリティ、クイックネスをこの3つをまあ武器にして戦っていけるように毎日練習しています。素晴らしいですね、 SAQ。これ例えば3つ兼ね備えている素晴らしい選手がいたらちょっと教えていただきたいんですか。まあ、今自分が注目しているのは選手の野沢君は、あ、野沢君、期待の新人野沢君です。どうもこんにちは。こんにちは。はい、ポジションはどちらの何。フルバックです。フルバックの役割を教えてもらっていいですか。日本代表では五郎丸歩選手がやっているんですけど、後ろで相手が抜けてきたときに1対1をやったり、一緒になどをします。五郎丸選手に憧れてるっていうのはどういうところを憧れてますか。五郎丸選手は自分がトライ取りに行くではなく、味方にパスを出して自分を犠牲にするっていう、そういうところが好きです。それをあのこのラグビー部でも生かして頑張りたいと。はい、いうことですね。じゃあみんなね、このチームで一番力持ちは誰か教えていただけますか。指差してもらえる、せーの、はい。おお、みんな、あ、みんなチーム1力持ちの北垣くんです。どうも。どうですか、自分で力持ちって言われて。嬉しいです嬉しい。普段はどういうトレーニングですか。やっぱりまあ基本的なベンチプレスとスクワットはやるようにしてます、うん、チームでは誰にも負けない、まあ、負けないように頑張りたいと思ってます。あー、いいですね。パワフルといえばやっぱりご飯もめちゃめちゃ食べるよね。じゃあね、はい、まあ、できるだけ多く食べるようにします。あ、じゃあご飯食べる量もチーム1。いや、チームにはもっとすごい大食になってえ、そうなの。はい、え、それ誰なの。あそこにいるつつみくん。めちゃめちゃ優しそうな顔してるけど大丈夫つつみくん、ここの部分もご飯があったんだよね。あ、はい、そうです。あ、そうなんだ。え、これおかずは。おかずはどうなって。おかずは別で持ってきてます。あ、別で持ってきて、ご飯はこうなみなみ入ってるってこと。はい、あ、そうなんだ。すごいね、めちゃめちゃ食べるね。パワフルです、素晴らしい。さあ、ということで元気と笑顔がいっぱいのラグビー部の皆さんに明治エッセルスーパーカップ50個チャレンジキャンペーンに挑戦していただきます。このキャンペーンは50個食べて応募すると10万円が当たるということなんですけども、キャプテン、もし10万円当たったら何に使いますか。ちょっとチームのスクラムマシンがちょっと壊れてしまってるので、うん、その新しいものを買う、まあ、費用に当てれたらと思ってます。あー、チーム全体が30人でしょ今。そうやね。っていうことはやっぱ足りないでしょ。そのために50個食べるためにどういう作戦があるかっていうのちょっとやっぱ出してほしいんだよね。なんかある？練習試合で、うん、差し入れ？差し入れ？食べてくださいって。あ、それでも優しいね。正解出しましたね。今。つつみくんまだ食べてるし、これあの、すいません。お、はい、10万円のチャレンジ、あの10人でやるって言ったらいかがですか。その10万円、その10人で山分けするっていうこと。そうですね。
やっぱプロテイン買いたいですね。プロテイン買いたいっていうのと、あとディズニーランドに行きたいんで、あのプロテイン持ってディズニーランドに行くっていう形で。何使います？募金ですね。募金かよおい。どこに募金してみる？コンビニで。コンビニでチャリーみたいな。買って、まあ、まあ、プロテイン売ってないと思うんですけど、まあ、プロテインが置いてあったら買ってで、はいって。お釣りを。お釣りをどうぞみたいな。1万円で。で、買ってお釣りどうぞみたいな。実際やったことある？ないですね。ないんかよおい。ないのかよおい。空の意味は消防士になることです。好きな言葉は同僚です。チームで一番トライを取ります。好きな言葉は日進月歩です。目標達成目指して頑張るぞい。やあみんなプロテイン飲んでる？チーム一同イケメンです。錆びた鉄には金メッキ、強がるが勝ち。君のハートにトライレボリューション。あー筋肉って憎いな。一生懸命頑張ります。ベリーマット縁の下の力持ち。目指せ体重85キロ。フォーエバーヘルシー。健康に感謝します。目指せパーフェクトボディ。一生懸命支えます。いつも全力でサポートします。いつも笑顔で頑張ります。サポート頑張ります。みんなを支えます。強くなります。将来の夢はエンジニアになることです。デブです。目標のために筋トレ頑張ります。川北ラグビー部大好き。体重85キロ目指して筋トレ頑張ります。いつでも元気よくプレーに集中。将来の夢はマイケルジョーダンです。ラグビーって楽しいな。ご機嫌よろしくね。笑顔が一番。頑張ります。ふっ元気100倍アンパンマン。それでは最後にチームの目標を教えてください。チームの目標は、まあ、埼玉1位になると思うんですけど、まあ、それを達成するために、まあ、日々の練習で埼玉1位の練習をしようと思います。なるほど。で最終的に目指すところは、まあ、埼玉1位になって全国大会に臨むと思います。川口北高校ラグビー部花園出場を応援してます。明治エッセルスーパーカップは全国の部活動にかける熱い中高生を応援しています。